皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産、投資教室を始めていきたいと思います。草子新聞、購読視聴規約。ここで一旦動画を止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の全てをお読みください。とても重要なことが書かれてますので、一語一句読んでいただきまして、 どこか一か所でも承諾できないところがありましたらここで動画を止めて他の人の動画を見てくださいすべて承諾するという方のみこの動画の続きを見ることができますそれではいきましょう2019年4月8日月曜日暗号資産草コイン中野研究会今日のね千葉県松戸市はね、えー、朝と夕方雨なんですよね朝は結構強く降ってましたね雨ね まあもう春ですね、昨日はね夏でした、25度ぐらいった暑くて暑くてもうエアコンつけましたね、乾燥でね、そして今日はですねちょっと寒いかな、肌寒いかな、ただまあ家の中は暑いですね、家,家自体がもう暑くなっているって感じで、えー、日中晴れてたんですけど、また曇ってましたね、朝は雨、で11時ぐらいから晴れ,が晴れ間が出て。 ね、先ほどぐらいから曇りになっちゃいましたね、うん、ただまあ気温は暑いし、まあ、過ごしやすいかなって感じですねそれでは今日もねいってみましょう本日のお題ですが、えー、今日の仮想通貨ドル円 FX 相場分析ですねでこの青いところなんですけれども、えー、ドル円 FX については、えー、そろそろ必殺技の 網出しししに成功たた可能性が出てきましたで皆さんもご存知の通りですね、えー、と前は <coughs> 私どもあの中野研究会っていうのがありましてね、えー、この YouTube 動画の動画解説欄を読んでいただきますと、動画ね、解説欄読んでいただきますと、あ,のー、ありますでしょ。あのー しえー、草コイン新聞、購読をしてくれる人が結構いるんですよね、毎月ね。それで、その草コイン新聞を購読していただいて、まあ、ほぼ全員ですね、ほぼ全員、その免許証とかパスポートの写真も、えー、メールで送ってもらってるんですけど、ほぼ全員がですね、 えー、別冊草コイン新聞も購読してもらってるんですね。それ無料なんですけど、で、その別冊草コイン新聞って何かっていうと、毎晩ですね、まあ夜10時半の時もあれば9時からの時もあるんですが、まあアメリカの指標発表の時間に合わせてやってるんですけどね、ドルエン FX の,あの実体験をやってます。はい。みんなでね、やってて、それで、 あの資産を、ね、どんどん増やしていってるんですけどもねあの赤信号をみんなで渡れば怖くなるじゃないですけど1人だとねいろいろ、ね、雑念が入ってねやっぱり同じ失敗をしてしまうんだよね FX ってね仮想通貨もそうなんですけど投資は全般的にそうですね株もそうですそれでどんどんねポジポジ病が治らなくて資金を減らしてしまうんですよなのであのみんなで一緒にやるとそれでチャットでね えー、みんなで話し合いながらね、IFO の設定したりね、あの成り行きで入ったりとやってます。それでみんなでやってるとね、いろいろね、知恵とかアイディアとか反省点が出てくるんですよ。で、私はもともと経営コンサルタントなんで、えー、国際標準規格の ISO、マネジメントシステム、まあ、ISO9000 とかね、1万4000円とか2万7000とか、まあ、いろいろあるんですけどね。 その国際標準規格のマネジメントシステムを導入して、えー、このドレイン FX の攻略法を今見出しています。で、マネジメントシステムっていうのは、プランドチェックアクションですよね。で、プラン、仮説を立てて実行し、で、チェックですね。まあ、内部監査ですけど、まあ、みんなでね、えー、反省をして、で、アクション、気づきを得ると、新しい法則を。 そこから見出して、その新しい法則をまた仮説に盛り込むんですね。で、ずっとぐる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 その仮説、そして実施、ね、FX 実施ですよね。で、反省をして、みんなの反省点を浮き彫りにして、箇条書きにして、そこから、えー、ある一定の法則を見,見出すんですよ。失敗したらなぜ失敗したのか、成功したらなぜ成功したのか。で、それはこういう仮説があるんじゃないかと。 で、その仮説をまた新しいプラン、えー、新しい仮説にね、えーまあ、気づき、気づきって言うんですかね、新しい法則ですね。えー、そこで得た法則を新しい、えー、仮説に盛り込んでいくと。そうすると無理無駄がなくなってですね、すっきりしたスマートな法則ができてくるんですね。で、それはいわゆる黄金律聖杯に近づいてくるわけですよ。そりゃそうだよね。 あの石ころもですね山から落ちてくるときには角が尖っててですねゴツゴツしてんだけど海の方の下流の方に行くにつれてですね石っていうのは角が取れて丸くなりますよね人間も一緒ですよ最初は子供の頃は怒ってばっかりで喧嘩ばっかりしてますけどえ人間っていうのは大人になるにつれてですねえ頭を下げてですねまるでえお米のですね はい、そういうことですね。あの、頭を、垂れつ、頭を低くしてですね、えー、人間生きていくということになりますよね。はい。ではね、まずは、仮想通貨も上がってきましたよね。で、ドル AFX なんですけど、これがドル AFX ですね。で、あの、ちょっとびっくりしたんですけど、 これ、先週の金曜日の、あれですね、えー、アメリカの雇用統計なんだけど、も全く動かなかったですね。下と上とちょっと触れて終わりですね。ずっと僕、動かなかったです、はい。もうアメリカの雇用統計は、ほぼ <laughs> 動かない。まあ、でも、先月は動きましたからね。で、今日のですの、ね、朝9時になって動いたんですよね、これね、うん。ドル円ですよ、これね。ドル円。 うん、それで、このですねこれデモ講座なんですがあの毎月、ね、新しくしようということでというかまあちょっとインストールの失敗してしまって、ね、新しい XM デモ講座のインスト,ンストール動画デモ講座の解説動画を作っている時にちょっと XM の新しいのに失敗してしまって前の講座がなくなってしまったんですよねなので仕方なくまた今日,今日から、ね、500万円で始めましたそれで えー、IFO 設定してたんですよね。で、ここでね、最,最大123万ぐらいまで取れたんだけど、えー、私が家に帰ってきてですね、パソコンを見たら、えー、十七76万円ですね。今日は、今日はね、7七十6万円が一つ売り上げ、売り上げというか利益でね、76万円ですね。あ、だから、口座履歴見ればいいか。 講座履歴で、最初に入ったのが500万円で、今日は4月8日、これアメリカ時間ですからね、さっきですね、夕方、3時ぐらいかな。3時11分かな。2時59分11分かな。わかんないけど、76万円取りました。いちい日まあちょっと少なかったね。はい、576万円になりました、今日ね。あとですね、 今、ショートで76万取れたんで、今度、ここら辺からロング、ロング入れてます。ロング入れてて、今、いくらなってるかというと、もうなりけ、えっ、ー、と、まだマイナス2万円ですね、えー。ご存知の通りですね、XM は海外口座ですので、スプレッドが広いんですよね。で、1.8ピプスあるので、私今1000万通貨でやってますから、えっ、ー、と、ポジション取った瞬間に18万円のマイナスになるんですよね。<laughs> はい。手数で18万円取られるんですけど、まあ、あの、もう1.6ピープス上に行ったってことですね。なので今はプラスって言えばプラスですけどね。さっきはね、この辺まで、髭があってこの辺までしてたんでね、プラス7万、5万ぐらいあったかな。うん。ただ、これも完全上行くよね。完全に上行くんで。えっ、ー、と、今、もうヨーロッパ時間、 今3時半ですから、ヨーロッパのロンドン勢が入ってくるんでね、ロンドン勢は必ず上行きますからね、はい。これね、多分全部戻しすると思います、ここまで。全部戻しすると思います。このぐらいは、へっちゃらで大したことないです。やっぱり上行くんですよ。ドル、ドル円は上行きたいんですよ、これね。下がるんだったらもう下がってますから、どんどん。うん。だから、まあ今回落ちましたけど、これ。 どのぐらい落ちた36ピップスぐらいですよね。まあ、大したことないですね。で、これはなぜ落ちたかというと、あれですね、でも気をつけないといけないですね。その日本のですね、えー、日本の指標で落ちたんですね、朝9時ね。日本のですね指標で、ああ、失敗。 Google で指標って入れてですね、この経済指標カレンダー民間 FX さんの方がすごくいいですよ。星がついてるんでね、見やすいです。で、2019年4月8日月曜日の朝のですね、これ8時50分ですね。で、星3つしかついてないので、あの、別に動かねえだろうと思ってたんですよ、私も。で、先月はプラス2.3ピプスしか変動幅がなかったから、 動かないかなと思ってたんですけれども、相当悪いですね、これ。相当悪いですね。この前回の数字っていうのは、これマイナスからプラス。前回はあんまりね、気にしなくていいんですよ。予想に対して結果がどうだったかなんですね。それで、えー、っと、この形状、形状収集、季節図、季節調整済みっていうのは、 ほぼ変わんなかったんですけど、こっちの貿易収支がですね、すごい悪いんですよね。予想が6111億円に対して4852億円しかなかったんですよで。日本ダメだってことで、日本 <laughs> ダメだってことで、普通はね、普通は円売られてドル買われるじゃないですか。円売られるじゃないですか。 日本ダメだってことでドルが売られるんですよね。そこら辺ちょっとあの気をつけてください。日本がダメならドルが売られるんです。アメリカが良ければドルは買われるんです。まあそういうことです、はい。そういうことですね。とにかくそういうことです。はい。それで今日は11時にですね、夜中の11時にまたすごいのがあるんですね。2つ。アメリカ製造業新規受注にやつと、耐久剤受注。 ですね、これ欲しい4つなのでこれまた動くと思うんですよねでこれに向けてえっ、ー、と一旦ドル売られましたけれども今回ね売られたんだけどやっぱりドル持ってないと勝負できないので、まあ、これまで戻,戻してくると思いますよ夜までにねうんまあそれあくまでも予想ですが、えー、今はねやっぱりちょ,ちょっとそうですね戻しながらこうやって押し目をつけながらやっぱり上行くでしょうね うん、ここの、ここら辺はどっち行くのかなと思いましたけど、ここの反り上がりがやっぱり大きいので、一旦下がってますが、上行くと思いますね。こうやってね、ぐーってね、うん。で、この上に行くピプス数が30ピプスぐらい、いや、28ピプスぐらいいくかな。28ピプスぐらいいくと思うんでね。 はい、ちょっとまあ今からロング入れてもいいかなと思いますがまああくまでもねあのただの予想なので、えー、それは皆様のね判断と責任自己責任に任せるって感じですかねでやっぱりね <coughs> あの一番ね気をつけなくちゃいけないのはドル円でねこれなんですよねここがえっともうね五年5年以来のですね 今、クライマックスに入ろうとしてるんですよ。ドル円っていうのは。このね、これがトランプ大統領の就任の時に爆上げしたんですよ、ドルが。で、その前にアベノミクスがあって、えアベノミクス、ここら辺で自民党の安倍,安倍さんが就任した時にアベノミクスを発表してずっと上がってきたんですよ、こうやって。ここまで。すごい上がったんですよ、これ。ここから、ここまでですから、48円上がったんですよね。4800ピプス。はい。あの、20、 そうだね20万円あると100万,100万通貨かけられるんで、20万円あったら4800万になりましたね、200万円あったら4億8000万になったんですけど、これ、ずっとガチをしてればよかったんですけどね、でここからですねアベノミクス3本の山の3本目が出ないということで、失敗用に終わったんじゃないかって言って、下がったんですね、これね、それでトランプさんが就任して、こう上がったんだけど、やっぱり良くないなってことで、もじもじもじして、ずっと横に来てるんですよ、でこれ、前代未聞の横なんですけど、 で、ここがですね、えー、2015年の1月ですよね、2015年ですよ。2015、16、17、18、4年、4年と3ヶ月、4年とまあ2ヶ月か、3ヶ月か、4年と3ヶ月の間、これ、ペナントフラッグなんですよね。うん、ペナントフラッグ、この、旅行に行くとね、昔々ね、 まあ昭和40年代、日本の旅行行くとですね、こういう三角形のですね、旗、壁にね、画鋲で貼る旗のお土産をいっぱいね買ってきた親戚のおばさんがいましたけど、ペナントフラッグって言ってね、三角形の旗なんですよね。で、その先っちょまで来てるんですよ、これ。ずっとこう、ペナントフラッグから出ないで、先っちょまで来て、これもう先っちょのですね、 もうこれ以上いかねえんだろっていうところまで来てるんですよね。で、この、えー、いわゆるプラントフラッグのこのトレンドライン、斜めのトレンドラインを割ってくるとですね、大きく上とか下、どっちでもいいんですけど、大きく動きます。ここみたいに。大きく動くときはどうすればいいかというと、ガチをしてれいいんですよ。ずっと持ってればいいんです。<laughs> こうやってずっとこのね、ただこの,この2年ぐらいはね、上行ったり下行ったりの、 んあの、レンジなんですよ。ただのレンジなんですよ。これレンジの時って大体の人やられます。儲かんないです。うん。儲かんないんですよ、レンジっていうのは。で、こういう大きく動いてる時ってガチをしてればいいじゃない。ずっと持ってれいいでしょ。こういう時はね、誰でも儲かるんですよ。だから、この <coughs> トレンドラインね、これ突き足ですよ、これ。突き足のトレンドラインを割った時の、この破壊力の大きさって言ったらないですから。 ないですから。それで、上行くかなと思って上だけしか書けないとか、下行くだろうって下からだけしか書けないっていうのは、もうナンセンスだって、毎晩中野研究会でね、議論して、それで、あの、かけ、あの、FX やってんだけど、FX でね、上行くとか、下行くとかっていう議論はナンセンスなんですよ。どっちでもいいんですよ。どっちでもいいじゃんだって。ど、あの、上行くか、下行くか、 横か、動かないから、どれかなんですよ。で、上行っても儲かるようにすればいいし、下行っても儲かるようにすればいいんですよね。で、横横でも儲かるようにするには、オプション使えばいいんですよ。レンジで、ね、オプション使えばいいんだけど、それはあ、後でにして、えっ、ー、とね、上行くから、ロングしか書けないっていうのはナンセンスで、ショートしか書けないってもナンセンス。で、両立てするのかっていうも、それもナンセンスだよね。両立てはありえないよね。 じゃあどうすればいいのかってことで、両方ね、上と下にポジション取っときゃいいんですよ。で、まあ、OCO でもいいんだけど、IFO2 つ入れてた方がいいよね。もちろん、その、損切りとね、利確を入れとかないとダメだから。うん、ただ、もうこれね、お宝ポジションになるのみんな分かってんですよ。全世界の配置ファンドとか、年金機構とかは。うん、なんつったって、この、月足のピラントフラッグの先っちょですからね。 どんだけエネルギー溜まってるかわかんないですよ、これ。なのですごく楽しみなので、長野研究会ではもうそろそろリアル講座、もうそろそろというか、もう今週ぐらいからね、リアル講座の解説を、あの、リアル講座での、えー、運,輸運用をスタートします。なので、あそれこの動画のですね、動画解説欄に、えー、海外講座 XM のですね、リアル講座の えー、解説のためのリンクを貼っといてますのでね、あのどうぞどうぞ、あのできればアフィリエイトプログラムに、えー、ちょっとご協力いただければと思います。はい、ということで、そうですね、ちょっと待ってください。ああ、一般市やっぱ上がってきてますよね。あ、ここですね、一般車分かんないんで、5分足、上がってきてますよね。で、これマイナス2万、マイナス3万になってますから、 これポジション取っただけでマイナス16万です。18万ですからね。1000万通過。それビビっちゃいけないですよ。全然余裕なんで。全然余裕なんで別にマイナス18万とか。えー、1日100万も200万も取れるんで全然大丈夫です。はい。だから、まあ、サラリーマンの時がバカらしいよねって言えばバカらしいんですけど、じゃあここまで行くのに簡単になれるかって言ったらそうもなれないんですよね。で、一人でやってるとやっぱり何年も何十年もかかっちゃうから、やっぱりみんなでね、 えと協力し合いながらですね、自分一人でいるとね、暴走しちゃうんだよね。頭カーッとなっちゃって、ポチポチやっちゃうんですよ。今すぐ取り返そうと思って。それを落ち着かせるためには、やっぱり人間というのはね、人と人の間って書ける通りですね、人間一人じゃ生きていけないんですよね。それは株でも FX でもね、仮想通貨でもね、一人でやってると負けるんですよ。だからね、できればみんなでね、 えー、やって草コインクラブに入って中野研究会のことですけどねみんなでやっていければと思いますそれとですね仮想通貨なんですけど、えー、カルロス・ゴーンさんが逮捕されて一時危ぶまれたんだけどやっぱあ上がってきました <laughs> すいませんでしたはいまあ謝ることじゃないかもしれないけどこれビットコインですね ビットコインの一時間足なんですが、ここでカルロス・ゴーンさんが逮捕されたんだよね。59万4千円でね。59万9千円。?59 万5千円か。逮捕されてやばいなと思ったんですけど、上がってきましたね。だから、あとファーウェイの副社長が逮捕されなければ、これ前回高値のところですね。ここね、一旦落ちてますけど、この押し目がどうなるかですね。この押し目が、 上,上抜ければ60万クリアで70万クリアだとして80万90万100万いくということですねはいいくと思いますよこれはこれはないよねこれはあのビットコイン ETF の承認の情報があるヘッジファンドにだけ流れてるという見方を取ってます私はねでムにつきましてはそうですねものすごい下がったんですけど反応下がる 半値戻しぐらいまで行ったんですが、また、堅 <laughs> 調に上がってきましたね。本当にありがたい限りだと思います。でサリアムなんですが、イーサリアムですね。イーサリアムはもうすごいですね。2万円超えましたね。まあ、イーサリアムっつったらやっぱり10万円をくだらなかったものですから、僕の感想はね。 そうですね。一旦やっぱり4万円ぐらいいったけどさ。んでまた上がったんですよね。イーサリアムって言ったら10万円以上っていう感覚がありますから、僕には。だから2万円したらまだ安いですよね。で、おかえり、イーサリアムおかえり2万円って僕は今日は言ってあげます。本当に、イーサリアム君お疲れ様でした。あと、イーサリアムクラシックもね、すごい爆上げなんですよね。で、ビットコインキャッシュですね。途中であの分裂しましたが、 これ、ビットコインキャッシュ ABC かなやっぱ36000ってのはね、力強いですよね。あの、分裂騒ぎがあってですね、一時、12000円とか、本当にもう、一時ね、ビットコインキャッシュって50万円してたんだよね。それがさ、12000円ってもう、ゴミくず以下になっちゃったんですけど、また36000円まで戻したので、これまた50万円以上いくと思います。あくまでも、希望的簡素なくなんですけどね。 ま、行ってほしいっていうのと行くだろうっていうのとね、両方あります。はい、次、ビットバンクも見てみましょうで。私のね、資金もね、あの、ビットバンクに結構入ってるんですよ。でね、結構ね、すごい増えてた、資金が。うん、<laughs> これログインしてないんでね、わかんないですけどね。ビットバンクにね、入れてあるんですよね。で、資金がすごい増えてて、 やっぱり2倍とか3倍になってましたよ。だからすごく嬉しいだこう。こういうところ、こういうところの値段で、すごい安いところの値段で買ってますからね、ビットコインとか。リップルとかね。リップルは買ってない。リップル少ししかないな。リップルまた40円台まだ上がってきましたね。いやもう、これ半値戻しでもうダメかなと思いましたね。36円とかね。で、今回はやっぱ本物と認定していいかもしれないね。で、リップルは、 そうだな、僕の希望的感想だとですね、まず70円、70円を当面の目標としてください。70円いったら今度100円ですね。100円いったら今度、そうだな、200円かな。うん、いくでしょうね、今年中に。うん、400円行くでしょうね。400円、400円は行くでしょうね、リップルはね。 うん、だから10倍ですね。まあ10倍ぐらい、へのカップですからね。あとは、これ特に取り扱い目ーら少ないからね、こうね。はい、あとは、あそこ見てみますか。コインマーケットキャー。キャップをね。ちょっと待ってください。これ大丈夫ですね。コインマーケットキャーを見てみましょうか。キャップですね。 はい、それで、ね、僕の方もね、あのまた夜の、ね、一般公開ライブを、ね、再開しようと思ってるんですよね。で時価総額は、えー、20兆円を超えました。20兆円の、えー、404億円ですね。19兆円とか言ってたけど、20兆円になったんで、一番いい時90兆円でしたから、まあ、20兆円が今度50兆円ぐらいになると、まあまあものすごいですよ。うん、ものすごいになる。うん、ビットコイン120万になるんじゃない ?50 兆円になるとね。 だから、まあ、皆さんもあれですよ、本当に仮想通貨は、まあ、あの、もう仮想通貨の時代終わったとかね、えー、言ってる人結構いますけど、今、いや、本当にな冬長かったですね。本当の冬が仮想通貨の冬でしたね。長かったですけど、やっぱその間もね、やっぱり私のですね、 えー、有料会員のですね草コイン研究会、まあえー、草コイン新聞をですね、えー、毎月1万800円で購入,購入していただいてね、お読みいただいて、えー、いただいた方には、本当にね僕も頭が下がります、えー、仮想通貨と私のことを信じていただいてね、ずっと、あのー、大切なお金をね毎月振り込んでいただいたと。 いう方に対してですね、本当にありがたい、ありがとうと言いたいです。で、私はもう毎日祈ってですね、仮想通貨上がれ上がれと言い続けてました。でやっぱり顕著に現れてますね。イーサリアム7.34大きいよね、やっぱりね。うーん。で、ちょっと、まあ、一服はしはしてますけど、一服はしてるんですけど、やっぱり上がりすぎたってのあるからね。でもやっぱり下がんないよね。 今までね、ここまで上がるとね、平気でね、余裕で下がっちゃうんですよね。で、ライトコインもね、一時1万円いったので、ライトコインくん1万円お帰りなさいと、今日は言ってあげます。そうですね。うん、で、恒例のですね、すべてを見るをして、えー、7日間の上昇率を見てみましょうか。やっぱりビットコイン、この1週間で27.76%大きいよね、やっぱりね。<laughs> イーサリアムも27.37%。 でなんとビットコインキャッシュ見てくださいよビットコインキャッシュこの1週間で86.6%上がってるんですよほとんど倍ですからね皆さん100万円投資してたら200万になってたからねまあ100万円投資してたら186万になってましたからねやっぱり大きいよねうんそして仮想通貨のこの根強い人気ってのはいいですよねあとイーサリアムクラシックが52.85%アップしてますね やっぱり一週間単位で見ないと分かんないものは分かんないんですよね。で、ここでこの7日間のパーセントを押して,押してみると。はい。そうすると、イズーンとかっていうのは1894%上がってたりね。まあ、いろいろありますね。えレンドロイドレンドロイド上がってますよ。レンドロイド上がってますよ。LST だよね。 レンドロイドが1093%上がってますよ。レンドロイド。おレンドロイドどうなったんだこれ。レンドロイドはね、私結構ね、コンサルティングが、であった。うレンドロイドの爆上げえー、レ,ン上げレンドロイド爆上げしてますよ。レンドロイド爆上げしてますよ。レンドロイド爆上げしてますよ。えー ほんとこれえ、どこでやったかなこれ、イーサリアンベースだったかなえ、わかんねえな、これ。え、どこだったかな p ブあ、あれか。レンドロイドはあれか。あ、マイ,マイサウォレットに入れたんだけど。 え、これ本当に爆上げしてんのかな下がってますよね。え本当 ?1.13 円なのか、ここが。で、ここが0.07だから、ちょっとおかしいですね。ちょっとね。<laughs> うん、ちょっとおかしいですね。しかも、ボリュームが27万2000しかないから、ちょっとわかんない。これからかもしんないけど、 1, 1円になってますよ <laughs> あれレンドロイド、レンドロイド上がっ、バグ上げしてますよ。レンドロイド、レンドロイド、結構コンサルティングやりましたけど、レンドロイドは。ああ、すべて見るだったな。仮想通貨やっぱいいですよね。夢と希望がありますね。まあ、基本的にはこの、やっぱり上位ですね。時価総額ランキングの上位。 20位ぐらいまでかな。30位ぐらいまであ、ちょっと待って。40位ぐらいまでかな。40、あ、50、そうだな。バージョンもあるからな。50位ぐらいまでを目安に、そうだな。50位ぐらいまでを目安に、えー、購入した方がいいと思います。ほんで、一番やっぱりいいのは、国内の仮想通貨取引所で取り扱っている仮想通貨に投資するのが一番、まあ、 え、リスクがないですよね。ただ、それだとっていうのもあるけどね。で、体の枝が9円95銭ですね。一服ついてますが、まあ、1、10円台回復してましたから、まあ、10円と言って過言じゃないですよ。この1週間で27.06%上がってますからね。はい、これはす素晴らしいと思いますよ。で、レンドロイドですね。やっぱり素晴らしいですね。レンドロイドはね。 レンドロイド。レンドロイドね、結構コンサルやったんで、知らせてあげたいなと思いますが、とりあえずこの動画のですね、サムネイルにですね、レンドロイド爆上げって書いておこうかと。そろそろ気づくと思うんでね。はい。あとは、ノアコインどうなってるからですね <coughs>。ノアコインは上がると思うんですけどね、僕はね。うん、ちょっとお待ちください。 はい、0.04円ですね。まあこれからですね、ノアコインね。ちょっと、まあ上がってることは上がってるんだけど、まあ、ちょっと弱いかな。また、あれですね。えー、っと、はい。また芸能人呼ばないといけないかなって感じですが、まあちょっと、ノアコインについてはね、また頑張って。 注力してていここうと思っておりますこれだねはい、ということで、今回はこれで終わりにさせていただきます。上がってきましたね、やっぱりね。うん、これはやっぱ上がってるもんね、完全にね。はい、なので、まあ、もう4時でしょ。もう4時だから、5時、4時からは、 えー、欧州で特にイギリス、ロンドンのですね、ロンドン、ドル円の取引はロンドンが一番多いんですからね。ニューヨーク、ニューヨークとか日本じゃなくてロンドンが一番多いんですよ。なぜか知らないけど。で、ロンドンのヘッジファンドってヤクザって言われてるんですよ。で、ニューヨークのウォール街のヘッジファンドはヤンキーって言われてるんですよ。で、日本人は、<laughs> えー、ミセス・渡辺って言われてるんですけど、それは個人投資家ね。 でこのイギリスのね、ヤクザっていう人たちがね、むちゃくちゃやるんですよ、この時間。で、まあたい5時からスタートですけど、今夏、夏、サマータイムだからね。で、4時ぐらいから、早出組が出てくるんですよ、その小僧たちがね。で、先輩が来る前に1時間だけ早く来てね、で、相場を、相場をぐちゃぐちゃにして、してですね、ちょっと、 5000万か1億ぐらい稼いで先輩にご褒美もらおうみたいなね。頭に、ね、慣れてィブをもらおうみたいな習慣があるんですよね、毎日ね。だからこう、下がった、日本時間で下がったものに対しては、あの、ヤクザたちが上げてくるんですよ。訳わ,わかんないんで,で、ちょっと気をつけないといけないね。もうここまで下がって、で、欧州時間、ロンドン時間になったらこれ上げてくるんで、もう切って、僕はだからこの辺で切ったんですよね。利益確定して、えー、逆に今度ロング入れましたからね。 そうですね、あのまあ、毎日 FX やってれば、見えてきますから、もうパターンが、ちょろいちょろいって、<laughs> 簡単なんでね、<laughs> 簡単なんで、はい、それ、あとはですね、<laughs> あの基本的に基本的にドル円っていうのは、ファンダメンタルで動くんですよ、株もそうだし、為替もそうだし、先物もそうだし、仮想通貨もそうだし、なんでもそうなんですよ。 テクニカルチャート分析っていうのは、後から見たらそういう風に見えるよねっていうだけであって、基本はファンダメンタルで動いてるわけですよ。で、ファンダメンタルの意味っていうのは2つがあって、狭い意味で見,る見れば、この毎日の、毎日のですね、何時何分に発表される世界の,世界の政府、各政府の経済指標ですよ。これが狭い意味でのファンダメンタル。大きな意味では、イギリス、ヨーロッパのね、 イギリスの、ね、EU 離脱問題とか、アメリカと中国の貿易戦争とか、そういうのが大きな意味でのあのファンダメンタルね、アメリカと北朝鮮の問題とかね、そういうのが大きな意味でのファンダメンル、それはいつ,いつ、何時何分か分からない。ただ私たち分かってるのは、ね毎日分かってるのはですね、この何月何日、何時何分にですね、 どんな指標が重要度何で発表されるか、前回の変動幅はどうだけあったかっていうのが分かってるじゃないですか。分かってますよね。で、この指標と指標の間はダラダラするだけなんですよ。で、それは確かにテクニカルチャートで、テクニカルチャートどうう動くかもしれないけど、<laughs> 要はこの指標って何,何月何時何分、何月何日何時何分って分かってるわけですよ。 でこれに対して、この時間に対してだけやれば、ほぼほぼ100%利益が出ます。ほんで、これ、今日は予想が出てね、結果がどうなのか、いいのか悪いのか、良ければ上、悪ければ下なんだけれども、どっちかな、どっちかなって、あの、情報をね、詮索する必要なんかありません。全くないです。上しか行かないと思ったらもう負け。下から、下しか行かないと思ったら負けなんですよ。 上かな下かなって思ってる人はまだ素人中の素人っていうかもうズブの素人ですねはいだから指標が発表される前に,にもうポジション取っちゃうとかってそれはもうねズブの素人です逆言ったらどうすんのってね <laughs> だからコツコツドカーンでやられるわけですよ指標あのコツコツっていうのはね指標と指標のね発表 間にですね、あのテクニカル通り動くケースが多いんですよ。指標と指標の間ね、あのボリンジャーバンドのテクニカルチャート分析通り動くんですよ。だからそこでコツコツ稼いで、このね、指標発表の時にギャンブルをして、上か下か2択なんでね、50%確率当たるんだけど、外れた場合ね、一気に資産なくなるんですよ。下手すりゃゼロ。 日本の講座だったらお味しい思われるのでね、そこでコツコツドカーンってやられて、皆さん早々に退場するんですよ。で、私たち中の研究会はこの3ヶ月間、まあ僕はもう3年ぐらいやってるけどね、たくさんたくさん考えて皆さんいろんな議論を出してですね、コツコツドカーンと、ほとんどの人はコツコツ稼いでドカーンって失う。で、私たちはコツコツやらないんで、コツコツの全くやらないんですよ。レンジだからほとんど。 で、ドカーンの時に稼ぐんですよ。ほとんどの人がドカーンで失う時に、ドカーンで稼いでるだけなんです。で、コツコツなんか一切ありません。<laughs> で、これ何時何分で分かってるでしょ。で、今までは何日か前とかね、1日前に IF を設定してたんだけど、上と下両方ね。よく考えれば、何時何分で分かってんじゃんと。これ5分前とか10分前に設定したらいいじゃん。そしたらレンジ幅もくぐ上にまで。 狭められることができるし非武装地帯の幅もねすごく狭められるので損切り幅も狭められるから、えー、損益率が非常に高く上がるんですよねはいそれを <laughs> それがね、えー、今のところの黄金率ですね中野研究会のであのそこら辺の詳しいことは1万800円払っていただいてですね草子新聞を ご読していただくのと、まあ、免許証とかパスポートの写真を送っていただいて、毎晩開催されるですね、えー、大人の社交場、えー、大人の社交場にあのご招待しますんで、毎晩ね、メールで。でそこでですね、えー、皆さんと議論を交わしていただいて、えー、設定方法とかもね、毎晩やってますからね、どうぞどうぞ、あのーまあ、デモでも構わないし、リアルでも構わないので、資産を増やしてい,いく。 えこうやって資産を増やすのかというあリアルなね、えー、現場を買いも見ていただければと思います。はい。あ、万、プラス2万になりましたね。わずかですけどね。上がってるね。これ二十プラス20万。もっといくかな。あ、プラス2、うん。今日、うん、プラス50万ぐらいかな。あと、だからさっき76万取ったんで、126万で終わりかな。今日は。はい。 まあ、あと、指標、ギャンブル、やれ、やれば、もっと200万ぐらいかな。今日の利益は200万ぐらいですかね。1日200万ぐらい。1日200万じゃどうしようもないけどね。1日200万だと、1月どれ土日休みですからね。ひと月4000万しかならないでしょ。そうすると年間で4億8000万しかならないからね。それじゃダメかな。少ない方ですね。はい。それでは今回はこれで終わりにさせていただきます。 千葉県松江よりトムクレーズがトムクルーズがお世話いたしました。失礼いたします。